まあ、あとはでも状況考えていけば、まあ、ここは行っちゃダメだなっていうのが大概分かってましたけど左中間松本が追う取ったファインプレイ、素晴らしいプレーでした。ちょっと体を甲子園の芝生に打ちつける感じはありましたけれども、いや素晴らしいプレーでした。浜田さんどうですか。いやもうすごいとしか言いようがないですね今のは。いや今は本当いくら松本くんでも取れないかなと思ったんで、はい、最後の最後まで諦めてますよね。本当ギリギリですよ ね、まあ、不可能を可能にするというプレーです。あーこれはカメラアングルいいね素晴らしいプレーね。すごいですねこれ。あ真由美監督もちょっと呆然とするしかないっていうような表情でしたが、これ取れなきゃ1点ですからね。そうですね、はい、そしてクリーンナップトリエとこ行くわけですからね。いや大きなプレーがありました。松本のスーパーキャッチでした。